はいどうも、シューボーイです、今回もブルーシー関連について物申していきたいと思います。今回は赤女の衝撃の真実ということで、話していきたいと思うんですけど、まず最初に赤女の設定について振り返っていきたいと思います。皆さん知ってると思いますが、赤女の正体は偽霊媒師そうで、ネックレスを送ってきた人二人をね、守るという名目で、ネックレスに念を込めて作ったと。で、赤女は住所を知っているから念を飛ばしてガラス越しに現れることができるっていう設定なんだよね。で、今の住んでる家ではネックレスもなく、しかも住所もバレてないのに赤女が現れるというね、シラスが作った設定を自ら忘れてしまうというね、やばい状態なんだけど、それよりも、シラスが赤女に清めの塩をかけるシーンがあって、シラスの影が赤女に映ってしまって、あれも、ありえないでしょ。もうさ、もうちょいやるなら、考えてやってほしいよね。まあ、その動画を最後に流すんで、今回はそれで終わりたいと思います。では、また次回。